はい、どうもお疲れ様です。 FX オリガルヒの皆様、じゃあ今回はですね、第8週目をちょっと見ていきましょうか。2月の20日から24日までの第8週をこれからどうなるのかを見ていきます。まあ、これはね、そういう風に実際なるかどうかっていうよりも、自分のこのトレードスタイル、まさにテクニカルですけども、テクニカルを有効に生かすことができているかどうかを振り返る意味でも、日々の相場を見るのと同じように、週ごとの相場を見る感覚、これをつけていっていただきたいと思います。どんなこともそうですけども、一夜漬けはダメなんですよ。毎日コツコツ積み上げていくからこそ、こう忘れなくなるし、思い出せるようになるし、なんですよね。やっぱね、よく言われることですけども、1日2日で覚えたものって1日2日で忘れるんですよ。だから忘れないように10日20日で覚えていく。そうすると10日20日忘れないんですよね。1年かけて身につけたら、やっぱり1年ぐらいは忘れないし、ということでね、やっぱ心血を注いだものによって心血が注がれるっていう、まあそういう感覚わかりますかね。多分自分の人生の中で一番時間を投入してきたものが、まあ自分自身になってるんじゃないかなと思います。それだけにたくさんやってきたことを手放すのって結構ね、惜別の思いがするでしょ。はい、多くの方はね、学ぶってことを小中高、時によっては、まあ、大学に進学してやりますけども、なぜかそこからやめてしまうんですよ。不思議ですよね。社会に出るために勉強するのに、社会に出てから勉強しなくなると。で、体験とか知識の吸収は勉強じゃないですからね。まあ、どういうことが勉強かっていうと、教わったことのないことを自ら学んでいくこと、これなんですよ。いつもね、私たちは回答を求めますけども、回答の途中にあるその、まあ道すがらっていうんですか、道程っていうのか、過程っていうのかね、プロセスに対して実は大きく学ぶことがあるんですよね。私たちのテクニカルもまさに学びながら身につけていって、結果だけを求めてるわけではないってことなんですよ。だから結果だけ求める人ってツールとか買うでしょ。ツール買ってどうするんですか ね、ツールを売る人を儲けさすだけですよ。短絡的な思考に入らないように気をつけていただきたいと思います。それではね、週足の方を見ていきましょう。週足は左右対称、もしくはヘッド&ショルダーになることを少しだけイメージします。ここで真ん中割って、上昇トレンドが始まって、いくつかの N 字を書いた後で頂点に達するわけですけども、これと同じ原理が反対側にも働きがちなんですよ。ただちょっとね、そこまで、左側と同じようなはっきりとした N 字ってのは見られませんね。小さい N 字がこういうふうに存在してるだけですか。ですんで、左右対称とは言い難いかなと。でも流れとしては、まあ、似てますよね。上昇する流れと下落する流れと。で、下落する流れはこれからも起きていくってことが考えられますので、今ここにあるものは戻り売りのその戻りなんではないかなっていうふうに感じることができます。ちょっと大きくなりますけども、3本引いたこの価格帯っていうのが一つのレジサポゾーンになるっていうふうに捉えることができますよね。そうすると近々これが下落に向かうっていうふうに考えることができます。さあ、そしてですね、日足の方に向かっていきます。日足の方は全体的に見ると大きく上に行って、大きく下に行って、そして今ちょっと上昇しているところなんですけども、この後どういう風になるかってことですが、おそらくここに達する前にまたね、下の方に向かうんではなかろうかと思いますね。そうやって波動がだん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 小さくなっていって、またブレイクする。呼吸のように同じような収束ブレイク、収束ブレイク、レンジブレイク、レンジブレイク、これを繰り返していくのが相場ですから。で、テクニカルってのはそこに今後どうなるかなっていう風なね、精度の高い予測を含めていくものです。 FX ってのは結局上がるか下がるかの五分五分なんですよ。 50%50%、 これを少し学ぶことによって少し傾きを変えて51対49を見出せるようになると勝ち越すことができますよねっていうことがテクニカルを学ぶ意味ですから、そのためにも51対49のそのメカニズムを日々身につけていく、学んでいくことによって忘れない、うっかりしないってことですよね。先週私うっかりしましたよね。うっかりしたけども結局利益を取りました。これはね、リカバリーできるような知識とか体験をもう数限りなく繰り返してるからなんですよ。でも、ああしまった、これ見落とした、お手上げだっていう風になってしまうってことは、これはちょっとね、体験が足りないのかなってところですよね。テクニカルでできる体験ってのはみんな同じですから、みんなチャート同じみたいなの見てますからね、同じチャート見てるわけですから。だから、その同じチャートの中からどれだけ引っ張り出せるかってことなんですよね。どれだけ気づきがあるかってことなんですよ。多分この動画をご覧になっている方、私の気づきが圧倒的に多いんで、見れば見るほど、なるほどね、そこは気づかなかったっていうところが毎日積み重なっていくんだと思います。
まあ、そうなると相場に勝つべき51対49、6割勝って4割負ける、このバランスができていくってことになります。さあ、じゃあ日足の方どうでしょうか。今のところ上昇トレンドに乗ってますので、このまんま倍の方に向かっていって遜色ないかと思います。そして20日から24日なんですけども、この4時間軸を見ると上昇しているその流れの中でね、今こちらの1つ目の価格帯を抜けて2つ目の価格帯に入りかけたところで、また1つ目の価格帯に戻ってしまいました。週が明けてから考えなきゃいけないのが、このレンジの中で推移するのか、それともこのレンジに食い込んでいくのかってことですよね。ここを意識していきましょう。そのための1時間の解説を繰り返していくことになります。で、この相場の認識も、繰り返すから動きが分かるわけなんですよね。でも繰り返しすぎると細かい目先の動きにやっぱこう左右されてしまうんで、そこは気をつけないといけないところです。じゃあちょっとだけ振り返ってみましょうか。ここでレンジオプションをこのように引きましたよね。で、レンジオプションを引いて、先週私はそこでエントリーして上から下まで取ったよと、その後ブレイクアウトでこれも取ったよってことをお話しました。そして離脱をすると、同じように離脱組の人が離脱したもんだから、こういうふうに値段が下がって、で、しかもこのレンジオプションを組んでた人も離脱したわけですから、今何着陸して結局レンジの中に帰ってきたよってことなんですよ。で、ここでですね、まあ一定の売買は済んだのかなっていうふうに整理できたのかなという私は判断します。ですので、またこの値動き月曜日に始まった時に動いていく方向についていこうかなと思います。その結果こちらの方に、ね、こちらの方にもし戻るようでしたらまた倍で入りますし、こちらの方に行くようでしたら今度は最初からブレイクアウトを狙っていくよっていうのが、20日からの方針ですね。はい、それではね、皆さんもそれぞれ仮説を立ててみてください。そして私の仮説とどこが同じなのかな、どこが違うのかな、違うとしたらどこなのかなと、同じとしたらどこが同じだから同じになったのかな、これをですね、私の方にメッセージを送ってください。それでは第8週も頑張っていきましょう。それでは。